はい、田舎の人です。今日はこちらです。ちっちゃいね。ちっちゃい。iPad mini 5ついにまさかのモデルが出ましたね。はい。わあ、出るんですね。こんなのが出るなんてちょっと信じられなかったな。でもこの大きさは本当に優秀、素晴らしい。いや、本当に出てよかったなと。好きな1台だけど、やっぱりまだ買うのは予想かな。まさかのモデルではあったんだけど、やっぱこれはこれで良かったなという印象なんだよね。とても小さくて使いやすいし、本当外観もとてもいいんだよね。うん、セルラーモデルでも結構見た感じは良かったし、うん、これ Wi-Fi だけど悪くはないんだよね。うん、ただ Apple Pencil はちょっと抵抗はあるかもしれないな。うん、この大きさだからちょっと使いたいのであればやっぱり 9.7 買った方がいいと思うな。だけどやっぱりちょっと使う程度ならこれはこれで悪くないかも。まあ買い増しとか子供用とかで考えてるんだったらこれはこれでおすすめかな。うん、またね、あっちも iPad Air もちょっと後で紹介したいと思うんですけど、まあこれもこれで良かったなという印象。うん、でも 9.7 あるからまだいいな。はい、こんな感じではあったんだけど、ま、これがエアなんですよね。はい、ま、チャンネル登録と、はい、高評価
ぜひ聞いていただけたらよろしくお願いします。